彼女です。今回ですけども、マフマウスさんっていう歌い手の友達が今から家に遊びに来るんですよ。で、普段だったら動画回さずに、まあ、普通にプライベートで遊ぶんですけど、やっぱちょっと遠慮ばっかしててもあれだなっていうことで、マフマウスさんが来て、もう勝手にカメラ回しちゃおうかなっていうふうに思ってます。で、もし無理だったらこの動画送られになるんですけど、まあ多分何度か出すつもりです、個人的には。で、そのマフマウスさんと普段どんな感じで遊んでるのかを、この YouTube 上に残してみようかなっていう挑戦をしてみようと思います。じゃあ、マフマウスさんがやってくるまで待ちたいと思います。いやーちょっとそわそわする、生浜さんが来るタイミングでカメラ回すっていうこと自体、確かに今まではその聖域に踏み込んでこなかったんですよ、僕も空気を読んでね。ただちょっと前に生浜さんが言ってた時に、あんま遠慮せず YouTube っぽいノリで来てよみたいな感じで言ってくれてたんで、まあ、じゃあ行っちゃおうかなみたいな覚悟しろよマフマフってことで、まあ行っちゃいますよ、 YouTuber ヒカルのノリで。楽しみやな。確かにね、同じ年やし同世代やから、ほんま完全な。動画撮ったことは1回しかないもんな。動画撮ったこと1回しかないけど、会ったことは結構あるんですよね、プライベートで。ただ動画にしてこなかったんですよ、まあやっぱちょっと遠慮してましたね。もう全然視聴者層も違うんで、まあまあ、世界が違うんで動画にするのもあれかなと思って。でもちょっとこれからはね、ズーズーしくいこうかなっていう感じですよね俺同世代ってあんまいないんですよ、本当の意味で。同い年ってだって YouTube で関わってる同い年って YouTuber だっていないんですよね。だからヘキトラ劇場のヘキホーで関わってないよ、ほとんど。確かに、まあ、相馬さんとは仲いいけどさ、ヘキホーと仲いいかって言われたら絶妙なラインや、うんうん、だからガチで同い年って。あ、確かにそう言われたらいないんですよね。いやもうすぐ来ますよ。このリフォームした家見てビビるかもな。これ結構ほんますごいと思う。この家はマフマウスさん見てないんで、これの前もっと汚い時に見に来てるんで。あと寝室とかもね、あれは多分誰が見ても、うん、ちょっとドギモドキしたいですねそこでね、うん。まあ、あとはねマフマウスさんの普段見れない顔を YouTube 上で引き出せたら最高ですけどね、僕的には。ああなるほど。マフマウスって謎大きい人だから、あんまり。お、来た来た来た来ましたよ。お、マフマウスさんや。マフマウスさんが、え、マフマウスさんが現れた。すごいぞこれ、まあ、驚くやろうけどな、 YouTube 回ったことに対してそうね、こんなこいついきなり、こいついきなり回すんやみたいな。いきなりがやっぱ大事というか、その素を引き出さないとね。楽しみですね。オッケーしてくれるやん、でも多分。まあオッケーなんじゃない？オッケーじゃない？さすがに遠慮なしにも来てくれていいって言ったわけ。そうそうそう、振りだったよマフマウスさんが。ああもう来いよと。うん、来いよって逆に。その一回話したってお互い遠慮し合うよね。もう俺にもみんな遠慮するやん、うん、大体の人って。マフマウスにもみんな遠慮するらしい。だから結局遠慮され合った結果、そういう関係じゃない方がいいよねってなったから。だからそっちの方が仲良くなれるもんだって。俺プライベートってタメ口で話しておるから、マフマウスさんと。確かに。でもやっぱ表ではよそよそしくしゃべった方がいいんかなとかなるやん、はいはいはい。まあ今日の俺は遠慮する気はないから踏み込んでくれ俺は、マフマウスのテリトリーそれがテーマです。確かにミステリアスだから聞きたいこと山ほどあるもんな。毎日の質問コーナーまあ恒例のね。でも単純にどんな生活しちゃうんかっていうのがやっぱ気になるよね。やっぱ引きこもりやろ引きこもっとるやろあの人は。来た、来ました。おおすごいすごいすごい、この映像レアすぎるやろ。お、お邪魔す。どうも、お疲れ様です。お疲れ様さんちょっとあの思い出ビデオ、思い出ビデオ、プライベートビデオ、そうそうそう、思い出ビデオだけちょっと回していい？はい、あーね、オッケー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 、これ思い出ビデオだ。あ、オッケーオッケー。そう、一応 YouTube 上に載せるつもりはない。あ、今現時点では。あ、本当？うん。あ、オッケー、現時点で一旦思い出ビデオ。オッケー、思い出ビデオね。うん、思い出ビデオ。iPhone だしね。はい、そうそうそう、思い出で。お邪魔します。どうぞ。お邪魔します。どうぞどうぞ。思い出、思い出、思い出、思い出。え、ちょっと待って、大丈夫かな。いや、思い出で、一旦思い出で一旦思い出で撮って、撮り終わってからちょっと処理、考えよう。やべ、YouTuber の家だった、忘れたわやられたわどう、この進化した家。え、すごい、なにこれ。え、まあ、前なにこれ。前にマフマウスさん来た時より最強の進化を。そんな四国え、なんかめっちゃ、でかくない。やっぱその整理したら、こんだけでかくなったっていう。こんなでかかったっけ。え、なにこれ、これやばくない。これこれ特注で作ってもらって200万ぐらいこのソファやばっ。リフォームで本気出したっていう。200万のソファ。そう、俺だからマフマウスさんとこの動画を撮るのが多分2年ぶりぐらい。あ、もうそんな経つか。何であれ撮ったかも、まあ、覚えてないけど内容もなかったよ、ね、そう、内容もあれ、場所もあれ、あれマフマウスの家だっけ。うん、マフマウスさんの家やんな。前の家撮って、そっから動画とかには全く出さずに、うん、まあ、一応進行は続いてたっていう。まあ実はちょこちょこはそう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 。でちょっと今回あえて勝手に回すっていう、うん、あげるあげるってもんだから結構これは一旦思い出ビデオとして全然いいけど、うん、いいよあげて全然いい、全然いいけど、全然いいらしい、全然いいけど、まあ、一応確認だけ。はい、わかりました。一応じゃあもちろん、ただめっちゃ長いと思って確認これ、うん俺のチャンネル20分とかで終わらんから。え、どんくらいの。いやでもまあ1時間は長いなこっから1時間はちょっとママさんを一回ちょっと翻弄していきたいなっていう気持ちではある。
正直で、とりあえず部屋見てもらってプラス寝室も見てもらってもらって寝室、うん、それ見てもらいたくていいの見てもちろんもちろん寝室結構これで結構ビビってるよ。いや寝室の方がちょっと進化とげとるから200万でそうこれ200万で合計多分このリビングだけで3、4万ぐらいそうですねえ300ぐらい寝室もすごくて、うん、来てもらって寝室あいつ待って、もうちょっと200万のソファーを堪能させてもうちょっと探してもらうのぐらいこれはこれで確かに良くてえ、これさ、だってさ200万ってことは何高校生の時お小遣いいくらだった俺1000円とかだったんだけど1000円俺はでも1万ぐらいかなふざけんなよなんかそんな1000円の高校生っておるいや、レアだよね、確かにレアですよね1000円って何買う有料カード2個買って300円でしょうんコトコロコミックで550円でしょあー懐かしいな50円とあと駄菓子を買って150円そんな高校生か高校生じゃないもんそれ高校生じゃんコロコロコミック買わん確かに大体中学生くらいも終わりやあ、そのくらいかすごいなこれだからママスネームだからリフォームしてほしかった勝手に俺勝手にリフォームさせてもらうとんでもないことになってたあってなんか請求が怖いいやまあもちろんそれはママさん OK やったら勝手にリフォームしますやりたいですね。確かに。ぜひ。頑張ってママさんで勝手にフォークしてみた。セキュリだけが来た。このテーブルとかも特注で、カラーもこの俺の金と黒をなんかイメージしてくれて作ってくれた。まあそうだよね。確かに。すごいね。おしゃれだね。特注って言ったら今。特注。あ、特注なんだ。でなんか実際この家具自体のメーカーもハイブランドとかを使ってるところがやってるんだらしくて、ほんまいいやつらしい。名だったるブランドの。あ、そうでもツルツルしてるもん明らかに。全然違うよこれ。でもよく分かってないから家具詳しくないから。すごいこれ。ママさんだからいいよこれ。マジで。特注にした方がいいんじゃない？次からえ、すごいなこれ寝れちゃうねこれあ、全然ここ寝れるでもこれもあ、これはね怖いなこれ欲しい、うん、これいる？いやこれも高いでしょどうせいやこれも高いけどいやもらえねえよママさんならこれ全然プレゼントもちろん何なのこれこれなんか村上隆さんっていうアートの人のコラボして、光るカラーでっていうので、そうですね。そうすごい限定販売でしょ。なんかスケールがすごいんだけど。そう。でこれもこいつ1個10万ぐらい。多分する。残ってんの怖いわ。これとかもう20万ぐらいですよ。多分これ。このサイズ。で元はこれ。これに光るカラーを特別に作ってくれたっていう。あ、そうなの。そうそう。これが原型なの。そう原型こんな感じ。これがめちゃくちゃ人気で、日本でも海外で。見たことあるもん。そう。これすごいマジで。これ余っとると思う。まだあっちの物置で。あ、確かありましたよ。物置で余っとるから全然。出してあげて10万。全然だからこれもママさんから全然あげてるそうですね確かに緊張するな動画撮影確かにちょっと動画撮影ってなると違うなあやっぱり違うんや遊んでていい、うん、全然もちろん普通に遊んでそれをじゃあ適当に撮っていただきはいもちろんですそうだからほんまにラフな感じとりあえず一旦寝室見てもらって俺ちょこねてって思うの服破れてるみたいな大丈夫全然大丈夫本当大丈夫これはもうこれはママさんがこういう感じだから猫に気ついてるよお邪魔しますじゃあ行けーマジでじゃあ行きましょうかうん、ロッカーだか入りますかじゃあこれ一瞬これ見てもらってはいはい、お願いしますこれでは、それ一旦嘘でしょ俺の寝室え、なにこれ宇宙じゃんわかった宇宙じゃん、宇宙じゃんこれテーマ宇宙うんこれマジでテーマ宇宙で宇宙じゃんなんかなにこれその話によるとこの木材を使うことによって睡眠効果を高めるみたいなで、うん、宇宙をイメージして宇宙で寝るといいらしくてうん、内部でかくねなんかそうこれもだからマットも睡眠効果を高めるのに特化した部屋だしここで寝ればすごい睡眠効果を得ることができるだってこれマットの上にマットがあってマットが乗ってるよこれそう30マットって本当それでもこれ寝心地もすごいからマジであなんかひんやりするそう、ほんまにすごいいいやつを使ってるっていう、うん、これもだからリフォームで俺が家買ってたら勝手にこうなってたんですけど俺もこれ勝手にされたからあ、そうなの自分でそうそう、自分でやったのにねそうなの自分でこれ思いつかへんだってそう、一番の趣味だなと思ったからだから結構だから人呼ぶたびに驚かれるっていう、うん、いや、びっくりするよなんだか初めて見たよ、こんなマンマスもだから寝室こんな感じで俺もいいってことだね俺にさせればすごくなるからあの俺の家さ寝室とリビングが合体してんだよえあじゃあそうリビングが宇宙になるじゃん確かに確かに
リビング木材で囲まれて、俺多分あれもしかして前に物が入ってない状態で行った家、あそう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 、ああの後ね進化したの、へえ、最後に来た時ね、この前か、うん、この前に何もなくて物が、へえ、酢もなくて床でなんか飯食った思い出寿司かなんかを頼んで床で寿司食ったって申し訳ねえ本当に、いや恥ずかしいからこれすいません本当に、床で食べさせちゃって、いやいや全然全然正解です、これ動画でもっとリラックスするためにとりあえずご飯食べたいなと、多分行くのか、いやでもウーバーイーツとか食べ行くのってかしこまっちゃうなと思ってて、うん、なるほど、マフマフさん手料理食べたいなって、なんで俺が作るのなんでだよ、いやマフマフさんの手料理がやっぱ俺は食べたくて、確かに貴重っすよ多分、そう客やぞお前は俺作るのここ家来て料理を、え一緒に作ろう、一緒に作る一緒に作る、あそうそうそう、マフマフクッキング、あ俺はこれやりたいなっていう、おっとで今からマフマフさんとスーパーに行くっていう、うわー貴重っすね、今からそうだからママさんがスーパーにいることが俺は面白いと思ったって正直行ったことないんだけど、だからスーパーにママさんがいる姿を俺は捉えたい、マジか、だからスーパーに今から、緊張すんな、緊張する、変えるかなちゃんと何作れるの、ちょっと一応作戦管理か、一応作戦管理、冷蔵庫見せて、冷蔵庫、あ、でも何枚入れる、じゃあとりあえず食材チェックだけしなくて、これ冷蔵庫、冷蔵庫で俺料理せんだけど、なんか動画の企画とかで使ったやつがあって、あ結構あんじゃん、でも多分ほとんどこれ賞味期限切れとる説がある、多分卵とかさ、触る、これも高い卵で、実は、うん、あ、これいける、あ、これいけるじゃん、無理よ、11、もう過ぎとるよ、11、過ぎてます、今日何時ですか、13とかじゃないですか、6月、いや、6月じゃないですか、7月です、6月、はい、7月の13とかか、4とかじゃない、確か、うん、だから、だから11だ、これ、まあ、でもこれぐらいいけるけど、まあ、まあ、まあ、確かに、しかもこれめっちゃすごい卵で、ほら1個も使ってないじゃん、じゃあこれなんか動画の企画で使うやつだって結局使わなかったよ、これだからめっちゃいい卵らしい、いやめちゃくちゃ綺麗だし、なんでこの青色なのとか言うよりもさ、なんでこれ使ってないの、11日これ使う、これ絶対使うって、これじゃ絶対使う、もう11日3日切れてるってことですか、はい多分それぐらいです、3日切れる、まあ、3日切れる、3日切れる、とチーズとかいける、あいけるな、これいけるじゃん、でもこのやつだって無理じゃない、卵とチーズしかないじゃん、ちょっと卵とチーズと、うん、メロン、メロンも食べメロンも、メロン多分切れてますよ、これクラウンメロンって言うんで、これ賞味期限乗ってないっていう、クラウンメロンっていうの下がいてないけど、多分これ危ない、確かに、いやこれ分からん、怖いですかね、ちょっと怖いやんと思って、まあ、一旦買いに行った方がいいと思う、これ多分ないから、買いに行くか、じゃあ、はい、じゃあ今からね、ママさんと車で移動します、うわそれすら面白いけど、俺からすると確かに、運転はあ、できるできるできる、あ、できる、俺できるできる、あじゃあ運転しようか、じゃあ、それもいいな、じゃあ俺が運転して、待って、本当に動画的にとかじゃなくて、動画的にできるって言ってるだけじゃない、できるできますよ、運転、マジで赤心配なんだじゃあ命が変わってます、じゃあ一旦運転は部屋メイクの佐々木さんに任して、あ、後ろ取ろう、もう安全に、安全に行こう、ちょっと怖いですもん、そうそう、俺の信頼度ゼロやから、うん、できるのできるのできるって俺マジで、まできます、どこどこに乗ってる、まあ、たまに最近しか免許講師行ったし、あ、行ったんだ、はい、俺は執行した、失ったってことですね、おー、ってなくて使わなすぎて、うん、じゃあ免許証持ってない、執行した免許証持ってるよ、いやそれ今それは意味だよ、それで運転手捕まるからマジで一番ダサい捕まり方やニュースになってまんまま免許持たずしで逮捕一番ダサい捕まり方、執行してると思いますちょっとじゃあまた後日披露、本物にできるからそこはもう間違いない、でもドライブだけでコンテンツになるもん、ね、一旦それだけなしマジで本当一旦それなしでじゃあちょっと安全に後部座席で乗って移動しましょう、はい、はい、行きましょうじゃあ、はいはい、ではね、今スーパーに移動中なんですけど、ちょっとマフマフさんとさっきちょっと話し合って何作ろうかなってなって、うん、マフマフさん得意なやつがカレーでいい得意っていうかさ、うん、まあカレーだったら作れるもんね、多分俺はちょっと作り方マジでわからんから、うんまあ、レシピ見ればワンチャンやけど、俺ほんまに料理できんから、正直マフマフさんにリードで、俺はもうアシスタント、野菜切ってねみたいな、そうそうそう、指示してくれたら俺できるから、卵割るのはできるし、卵割るの、あそれ、うん、あそうなんだ、卵は俺卵担当で、まあ、野菜ももちろん剥けるし、カレーに卵は使わないよえ、どうしよう、カレーだけで大丈夫、お腹はめっちゃ空いとる、まあ何も食べてないから、うん、もう初めからマフマフさん家に来るって分かってたから、うん、もう何か作ってもらおうって俺の中で決まっとったから、あなるほどね、俺の中では決まってなかったけど決まってたのかなるほどね、だから結構何でもがっつりがっつりか、まあ、マフマフさんのお箱みたいな、え、お箱か、なんだろうな、で料理をする、そもそも、いやするする、自炊はするけど、まあ全然野菜切るのとかは下手で、俺の方が多分下手やと、それはその下手さで競い合うなら俺マジで危なっかしいから、一回見てみて、ヤバそうだったらちょっと、うん、やめてもらえます俺でも料理とかほんまにできんからな、やる必要ないでしょって、
まあやれたらかっこいいなと思う。実際スマートやなと思うし。え、何が好きなの？食べ物。やっぱご飯かき込める系か。あー、分かる。カレーとか丼とか。分かる分かる分かる。一品料理的なね。そう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 、分かるわ。コース料理はやっぱ慣れへん、やっぱ未だに。分かる分かる、意外だけど。そう、高いところの個室行ってお寿司屋さんとか行っても寿司出てくるまでにお腹いっぱいになるパターンとか結構あったりするから。一個一個出てくるよね。そう、一個一個出てくる。いっぺん出してほしくない。そうそうそう、だからちょっとやっぱそこが田舎の人間なんだなっていう。超分かる、うん、男ってみんなそうだよ。うん、そうそうそう、いっぺんにボンって出てきてバーって食べてる。マフマフさんってマジで俺ほんまイメージ、肉とかを食べたイメージが全くないというか。あんま食べないかも。杏仁豆腐とか食べてそうだよね。ずっと杏仁豆腐とか白玉ばっか食べとるみたいな。白玉と杏仁豆腐イメージはある、正直。髪の色とあれじゃない白いから、うん、そんなイメージしかないな。でも最近確かにお菓子ばっかと思う。お菓子か、ゼリーとかそういうのばっか食べてたな。お菓子食べとんや。食べんのがさ、お菓子ってさ開けたら食べれるじゃん。まあしかも美味しいしな、お菓子って。冷めてても美味しいし、うん、無難に美味しいけど、やっぱ体に悪いんじゃないかっていうあれがあって食べれへんな最近。あ、ほんと。年取ってやっぱ健康志向になってきとる。ほんとそれ、先の次元に行っちまってるな。マジか。いや、なってきた俺は健康志向。食べてたでしょ高校生の時とか。いや、もちろんもちろん。だからうまい棒忘れないでくれあの頃の。うまい棒10本食べるのちょっと今無理やもんな。ああ、それはきつい。あれ脂っこいよね、うん、1個で満足できる、うん、どうしようかな。カレーと何にしようかな。だからレパートリーが出てこんから。カレーとオムライス。マジでカレーとオムライス。ラーメンとそばみたいな。そう、出てくるものが主役しかおらへんって、うん、俺の頭で。え、チンゲン菜とか。カレーとチンゲン菜。チンゲン菜って素材みたいな。ほうれん草みたいな。なんかその、え、何じゃ。でもカレーだけで正直十分ですよね。まあ十分。カレープラス八宝菜みたいな。八宝菜ってなんかない。なんかその中華のね、あ、麻婆豆腐みたいな。なんか、ああ、麻婆豆腐、カレーと麻婆豆腐。いいね、なんか和食とか洋食とか気にしない感じが。中華とかカレーと一緒に食べるもんって何。でもサラダと。サラダ、サラダか、うん、でもサラダなんてその辺で適当に買ってドレッシングかけるだけじゃない。量、あれは料理って呼べる。サラダ担当してもらおうか。あ、オッケー、まあ、サラダは任して。あ、ほんと、うん、サラダで草買ってさ。草、草買って、例えばタレぶっかけとけばうまくなるイメージ。まるでキレキレするけどな。何買うんだろうな、野菜楽しみだな。人参はやめとくで、俺人参は嫌いやから。あ、そうなんだ、めちゃめちゃ子供や。いや、人参は美味しくないもんな。まあ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 、カレーでなんかでかい人参入れる人許せへんもん。なるほど、ね、もうそれだけやめてくれんの。人参は入れないと思う。そう、人参って分からへんレベルまでみじん切りしてくれたら OK だけど、でもたまにこれぐらいの人参入れる人おるから。そう、じゃがいもでいいやんそれみたいな。彩りは気にしないんだ。あ、気にしたことない。ルーの味、ルーがうまければもう何でも OK やもんな。具は牛肉な。いつも牛肉ある。牛じゃがいも、カレーって何入ってる。玉ねぎ、玉ねぎ、うん、カレーって何入っとるやろ。いつもんじゃない。まあ、ほうれん草とか。ほうれん草。ほうれん草入っとる。ものによって入っとる、ね。まあ、トッピング的なのはあるね。まあ、豚でも全然うまいよな。ピーマン食べれる。あ、全然もちろん。ピーマンいいの。ピーマンいる。まあ、人参もちっちゃければあり。うん。でサラダは何に作る。サラダは3つぐらいじゃ選んで。健康志向サラダか、あの味重視サラダか、見た目重視サラダ、どれがいい。味かな。味で、うん、オッケーオッケー、そこは任して、うん、なんかもう見てパパって決めるわ。その置いてあるやつ。本当にアドリブで大丈夫。生で食べらんないもんとか選ばない。え、そんなやつある。あるよね、多分。多分あると思うし。あるある。生で食べれん。じゃがいもとか食べれないよ。あー、俺さすがにサラダでジャガイモ俺が使うってそれもうバカにするさすがに。それはさすがにな。俺もサラダで、サラダって言うのレタスとか、まあなんかあるやん。レタスとか大根とか、大根、この長い大根とか、そんなんじゃない。もやしとか。もやし、まあ俺は行くけど、さすがにジャガイモ俺を出すっていうのはちょっと俺を。だってもやしって生で食べれたっけ。え、もやしって茹でない。茹でる、茹でない、無理じゃないですか。じゃあレタス。危ない危ない危ない。レタス、白菜。レタス、白菜でも。白菜てか、なんか多分あると思う。ミックスサラダみたいなやつあると思う。これドレッシングそれやってる。野菜とか作ってこないもんな俺。ツナとコーン、缶詰に入ってるやつか。ツナコーンサラダ、うん、あ、うまそう、うまそう。ツナコーンサラダ目指すわ。じゃあ俺トマトは。あ、トマトあり。トマト、ツナコーンサラダ、まあなんとかなるんじゃないかな。オッケー。てか俺マフマフさんと動画もめっちゃ撮りたいけどな。マフマフさんがオッケーなら、これ今買ってみましょうけどさ、このノリで OK なんやったら、うん、え、全然いいよ。むしろ出してくれるならぜひ。いやいやいや、そ、出したい人山ほどおると思うから。遠慮してまうと思うんだ、マフマさんに対しては。壁ある、やっぱ。壁しかない。うん、やっぱ人当たり悪いから。人当たりはいいんやけど、なんか遠慮してしまうっていうのはあるかもしれん。世界が違いすぎるっていうのは、やっぱ同じネットやけど視聴者層は多分俺らも全然違うと思うよ。確かに。多分でも逆にそれを融合させれたらすごいいいなと思うし、面白いなと思うし、俺のチャンネルでマフマさんを知ってない人もマフマさん知ってくれたら嬉しいし、そこをうまく融合させれたら最高やなっていう。これはもう本当に普段通り遊ぶ感覚で来るから、回したかったらもう回してもらって大丈夫。次旅行行こう。旅行か。
旅行に行くのもありやと思う。いきなり普段と全然違う身構えるわ。どこ行くの旅行。いや、どこでもなんか適当に温泉とかでもいいし。あ、いいね。旅館、俺の運転でな死んだな俺運転30分だけはできる。30分行ける距離結構決まってんだ限定で新宿ぐらいの30分以上運転したらちょっとさすがに危ないなと感じるから、うん、田舎道を30分は俺運転できるから。田舎道を30分か。そうそうそう、都会からちょっと誰か運転してもらって、うん、田舎道だけ担当で、うん、何もないただのまっすぐ、そうそうそう、まっすぐなところが得意やから、うん、それは俺でも行けるかもしれない。いや免許失効中や。失効中や。そうそう、俺も共犯になるからまあでも免許俺も迷ったわけで、ほんまに更新するのかどうか正直めんどくさいやん。めんどくさい。やっぱさすがに免許持ってなかったら身分証明の時とかも役立つしって思って俺は更新行って、結局捨てきれへんかった免許。あと動画で使うかもなと思って。ああ、まあ確かにね、普通に執行するつもりはなかったんだけど忘れてたよね。何それ更新ってと思った、まあ、東京ったら乗らんもんな。乗らない。使わへんもん東京ったらな。確かに。免許取ってから何回運転した。いや俺めっちゃ運転しとった。だって俺営業職やったから。あ、そっか。そう、田舎おる時もずっと車で移動やったし、車乗った回数自体はめっちゃ多くて。待って待って、何突然社会人みたいな話してるけど、社会人経験がめちゃくちゃ長い。やめて本当に。すごくなんかこうえ、まっとうな人に見えてきたやつ、ちょっとほんとやめて、ほんとに。だから社会不適合者ではない。あー、なるほどね昔はね。今はさすがにもうがっつり夜行性で。でもまふまふさん俺よりもっと夜行性やん。うん、夜行性というか、なんかもう朝やもんな。なんかもうほとんど迎えるの朝ぐらいに寝るやろ。朝に寝る。へ、うん、朝の9時に寝るってちょっとやばいと思う。毎日ですか。毎日です。夕方に起きるんですよ、16時17時とかに。普通の生活ともうほんま真逆みたいな。確かに体温低いって。いや暑いしさ。まあそれは確かに俺も暗い方が、部屋暗い方が好きだから。いつも暗いもんね。いつも暗い今日明るくてびっくりしちゃう。そう、あれで動画用でキャリア見るとやっぱしんどくなる俺も。わかるわかる。名前光るよ確かに。でもやっぱ闇が好きなんやろな俺も。やっぱ夜行性で。まふまふさん趣味が結構似とるとこあると思ってて、ゲーム好きや。実はね、俺なんかスマブラでさ負けたからさちょっとそれに対してはちょっとムカついとるとか。どうかなってないけど、使うキャラがゲーム&ウォッチとか使ってくるから、ーゲーム&ウォッチに負けるの嫌やなっていう、俗に言う強キャラって言われとるやつを使って負けるのはまあまあまあってなるけど、そうでもないキャラばっか使うわけよ。結構マニアックな、それにことごとく負けるから誰も使ってないでしょ周りの人。分かんないよね。ルカリオとか使ってくるからさ、戦って、まあ、こんな動きするんやみたいな。結構普通に負けたもんな。初見殺しみたいな。確かに厄介やったもんな。言うて俺も何回も負けたけど。いやいや、でもやっぱ圧倒的に強かった。動きがなんかちょっとプロゲーマーもどきみたいな動きしてくるからなんかこうやり込んのやなっていうのが分かる動きする。神業みたいな。一回空中持っていかれたらなんか 50% ぐらい気づけば食らってるみたいなコンボをやってくるわけよ。抜け出せへんわけやな。いや強かった普通に。意外だな、なんかゲームやるっていうのがスカルゲームズやっとったよね最初だって。だったけど今のやっぱ印象があるから。確かにね、確かにイメージと違いすぎて。最近はでもあんまやってなかったもんな。やんないだろうね。マフマフさんカービィがめっちゃ好きやんな。カービィ好き。カービィのエアライドやったっけ。ああ、もう超好き。めっちゃあったんやな昔。俺も同世代やからやっぱやってきたもの似とると思うやな。この間遊戯王カードの動画上げてなかった。ああ、確かに。遊戯王も俺めっちゃ好きやったから。もう超好きだった。遊戯王は結構詳しいから。最近のやつは全く分からん。俺も分かんない。シンクロとか出てから分かんないわ。それこそでもデュエル動画とか見たいですけどね。昔のカード大量に集めといて、それでお互いデッキ組むところからスタートしてやるのめっちゃおもろいかもな。デーモンの召喚とか使いたい。ああ、分かる分かる分かる。サイコショッカーとか。あ、そう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 、あの辺ぐらいがいいんじゃない。オベリスクとか出たあたり。遊戯王って勝てる気がするな全然強くないよ俺の。スマブラは無理やと思うけど遊戯王ならいけそうな気がする。デュエルマスターズとかもですか。ああ、やっとったデュエマ。バロム、バロムデッキだった、うん、バロムはマジで召喚するまでがめっちゃむずいから。あ、そう。結局召喚するまで負けること多いよ。バロムの進化系おるもんな。ドルバロムか。そう、俺あそこら辺に嫌みたいなコロコロコミック卒業したのがやっぱ高校生ぐらい。それぐらいでやっぱ何回もデュエルマスターズが離れたな俺。カードゲームが離れたな、やっぱ高校生ぐらい行ってから。なくさないよ、いう時ってカードなくす。昔のカードとかなんか出てきてくれたらめっちゃ感動するけどな俺。家とかってこと。そう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 。でも全部瀬戸からな絶対。今遊戯王カードめっちゃ高騰してるらしいもんな。昔のアルティメットレアってあって、あれの価値がすごい上がったりとかしちゃって、何万とかいくやつがあったりする。じゃあなんか昔さ、よく公園に捨てられてたさ、ゼラとかさ。あ、あんなん多分ヤバいと思う。カオスソルジャーとか。レプリカは多分安いけど、本物はマジヤバいと思う。サイコショッカーのアルティメットレアとか、うん、多分何万とかすると思う今。他何やってたの。でも俺カードゲームばっかやな。あ、漫画漫画。俺アニメは見えへんから。アニメめっちゃ見そうやな。アニメ見る。あ、どっちかっていうとさ、男の子が好きそうな漫画。あ、漫画。そう俺なんかオタクが好きそうなやつとかも見てたから。あ、リゼロとか。そう。あ、リゼロとか見たことない俺。超面白いよ。で、一番のおすすめなに、これは絶対見た方がいいっていうアニメ。それは見るわ。じゃあ赤緊張するこれ。これすっげー大事だ大事だ。え、なんだろう、クラナドか。聞いたことある。あ、クラナドはでもさすがに世代
作画とか気にする？どっちかって俺が一番気にするストーリーかも。あーでもクラナドっていうアニメは2部あるんだけど、最後まで見たら多分泣くと思う。泣かなそうだけど泣くと思うよ。マジでクラナドちょっと見てみようかな、うん、これ一人で見た方がいい。一人見た方がいい。でもただ中だるみするとことかもきっとあると思う。見ててしんどいシーンとかやっぱあるから、そういうとこから目を背けずに見た。クラナドあと最近の作品だと小説とかも全部込み込みで読むとリゼロはやばいね。リムとラム、そうスバル、名前は知ってるなんか動画の中でカードで扱ったことがあって、名前は結構知っとんやん、エミリア、うん、クラナド見てみよう。結構昔のやつやんな、クラナド。すごい昔だから、もし絵柄的な意味で、絵は多分俺大丈夫だと思う。大丈夫。クラナドじゃあ見てみるか。お、着いた。じゃあ行きましょう、スーパーに。行きますか。さて、じゃあ買いましょうか。これいいんじゃない、ミックスサラダ。あー、いいね。ほんとに一回それを置いておいてどれを選ぶんですか。一旦これなしだわ。なしだよ。でもミックスサラダって書いてるんですけど、私和製系でトマト、トマトどっちがいい、ミニかでかい方。どっちも好きです。まあでも野菜ってなったらちっちゃい方か。包丁使う。やっちする？このトマトでかすぎ？これにしようかな。でかくていいの？うん、これにします。じゃあ、あとは1個で600円。これ高っ。形がなんか違うもん。まあでも相当いいやつやな。これ高すぎ？高い。2500円。嘘でしょ。これにするじゃん。せっかくやし。これにしよう。これみんな皆さん召し上がりますか？食べたいです。あ、じゃあこれする？みんなじゃトマトかじるか。ここ形がなんかトマトじゃない。長澤くんみたいな頭してる。これ見て。カレーセットって書かれてるもん、初めに。これいいじゃん、これ。これいいじゃん。なんか、泥ついてるな。それもそういうもんじゃないよ。まあ、磨けば。何人分作るんだろうな。4人分やと考えたら。まあ、別に明日も食べれるもんな。結構多めに作ってもいいですか？もちろんもちろん。美味しかったら。美味しかったら。美味しかったら。うん。味はちょっと、まふまふさん担当でお願いするわ。レタス？サラダに使うよ。レタス、トマト、これはサラダな。これは買っとこうじゃん。ナスも確かにカレーに入った時あるな。ズッキーニとか。確かに。マッシュレムとか食べれる？食べれる食べれる。好き嫌いはあんまないかも、そういう手においては。高いのはどれがいい？2個とかでいい？これこれこれなんか買い物上手かな。あ、これ剥いてある。タコネギこっちこっちこっち、芋けんぴここに置いてあるやん。ほんまや。まあ、あとは福神漬け、まあ、色的に赤い方が映えるか。そうでしょう。まあでもそんなもんじゃない。ナス買ってもいいかなって感じ。ナス入れとる？これどっちでも。ナスが好きなら全然。ナス入れとくかじゃん、とりあえず。あとは肉とルー。ルーは2つ混ぜよ。分かる。それで肉の種類なんだけどさ、カレーにさ、カレー用の肉を入れるのが好きじゃなくてさ、硬いじゃん。まあ任せるよ、俺よく分かってないもん。焼肉用の肉入れたいな。例えばこの国産牛。ああなるほどね。どう？全然いい。アレンジしていこうよ。カレーなんか前にちゃんと作ったことないからさ、レシピ通りにしか作ったことない。作ったことあるの？動画で一回あるよな、実家の味を作るみたいな。でも全く覚えてない。2種類の肉が楽しめるカレーにする。肉は結構何度あっても俺は OK。 そうだよね。焼肉は足りんのさ。カレーを入れとくな、全然ないですよ。いや、逆に俺が悪くなるよ。そわそわする。女の子みたいな扱われ方したら初めてよ。違う？絶対違うわそれ。でもこれ入れたら忘れられないおいしさになるらしい。本当に？カレーの恩返し。これちょっとじゃあ入れとくか、うん、あ、これだこれだ。あ、これめっちゃあるじゃん。アーモンドカレーや。どれがいいかな。家どれやった？俺多分、うん、バーモントカレーかジャワカレー。あ、バーモントか。俺甘いやつ、甘いやつ。俺らの家は多分甘口と中辛を混ぜるんだ。結構甘めが好きやん。でも辛くても どっち派ですか、二人は。僕らは大丈夫。はい、僕らは全然好き。俺はね、何でも大丈夫。じゃあ別に3つ混ぜてもいい。甘めだけないの。じゃあ一回じゃこの中辛と、中辛とプロクオリティのビーフカレーあるでしょ。それレンジで簡単って書いてある。温めるだけないやつ。これにしよう。これ一番美味しそう。ザカリ、うん、じゃあこれで。よし。あと米、金のやつが結構炊いた方がうまいっすよね。炊きましょう。炊く？いきなり戻ってきたわ。なんかやっぱこんだけ揃えて、うん、手を抜いたら負けやね。まあまあまあ、確かにそうだ。なんか干しちゃうんだろ、ここに。あ、油？マッシュルームある。油、油食うか。マッシュルーム大好きやん。そんなマッシュルームいる？最近ハマってんのよ。買っとく？マッシュルーム。いやー、まあ、これサラダにもいいって買うとか、買っといてもいいかな。入れとくみたいなとこあるよ。あとドレッシング買わなかったよ。何がいいとか。入れとく、それは自分で作るんでしょ、ドレッシング。あ、任せて。ドレッシング、混ぜるとなんか批判なし。混ぜるんだよ。あ、なるほどね。調味料から、ね。うん、調味料から作れるんだよ。ドレッシングが何でできてるのかというところに気づくか。どうか作ろうと思ったら死ぬぞ、これ。チーズとか書いてあるから。ニンニク加工品とか。まあでもとりあえずドレッシング何とか見てるから。今あるやつで。まあまあまあ任せて。あと油買おうね、油。絶対既存のもので。油かだめ。これ油使った方がいいな、マジで。分からん。これにしよう。ああ、脂肪がつきにくい。これは有名やもんな。油。米どっちやもん。
ローリエとかないのかな。ローリエカレーに入れるやつ。あ、そう、あ、いいじゃん。ローリエ、ローリエ入れましょう。ちなみにパンを買ったら買わせられるよ。あー、確かにうまいな。あー、確かにうまそうですね。でもある。確かにパンの方が好き。米より全然どっちも好き。パンで行く？超おしゃれやけど。いや、なんか大変かなって。あ、米？あ、竹の。全然。トイレこぼすとこがもうなんか。いや、俺めっちゃ米だけどめっちゃうまい。本当？ガシャガシャガシャバサーッ。いや、マジで。なんで落ちるんだよって。米だけはマジ炊き慣れどうかな。本当？うん。マジで？本当かな？マジで？マジで俺がここから持つわ。なんかありがとう。龍の瞳にしようかな。これ大丈夫？もう大丈夫？うん、優しいじゃん。オッケー。これでじゃあ買い物していきたいと思います。はい、では家帰ってきたんでカレーを作ってください。カレーです。他力本願なんだよな、ちょっと正直俺は、うん、やれることがサラダやんか。俺はもうこれとこれとこれしかないわけ、サラダに対して。マジそれしか買わなかったの。いや、葉っぱ葉っぱと俺はこれだけじゃない。でもこんなん俺さ、蒸しってさ、蒸し混ぜてどっちに行くけど終わりじゃない。蒸しる前に洗って、あ、もちろんもちろんね、もちろん洗う、もちろんもちろんもちろん洗って今洗わなかったから。でも俺やることほぼないっていう。トマトもこれなんかこのままかじりついたら美味しいんじゃない。それはちょっとかじりつきたい、うん、これ絶対マジで。これ後ろにさ、レシピ書いてあるよ。あ、つけ方ね。ね、計量器とかあるの？これじゃない、信じられないぐらい。それコメント。俺の想定してたのなんか、え、でもなんかどっか4分の1ぐらいのカップ麺じゃん、これ全部非常事態に備えて。計量器どっかあったけどな。あ、これや。おー、あ、うん、あ、計量器ナイス。グラム測るやつもあるし、正直ないと思ってた。ナイスすぎる。でもめっちゃ調理器具とかあるやつ、俺動画で使うから。あ、そっかそっか。そうそう、だから調味料とかも同じ調味料がめちゃくちゃあったやつ。でも一応作っていくか。作ろう。まず野菜切ろう。コメント入っとった方がいい、最初に。ああ、確かに。結構時間かかるもんな。任してくれよ。マジでマジでマジで。頼むわ。マジで任して。龍の瞳作りましょう。これね。名前がかっこいい。まあ確かに。コメに龍ってつける？俺その間に野菜切ってればいい。もちろん。わかった。じゃあ包丁はどれか好きなやつで。じゃあこれにしようかな。じゃあちょっと手だけ洗わせてもらいましょうか。さっきね。錆びてる。え、あと錆びてるこれ。ちょっとじゃあそれ磨いとくわ。磨いとくわ。磨いたことある？ない。磨くものが多分家にない。それ、これは錆びてる。いけそうじゃない？いや、箱盛りするよ。ちょっと、ちょっと、パンダさん、包丁のこだわり強すぎ。いやいやいや、別に良くない。いやいや、最初それ危ないって、危ないって。一応これが切れなかった時はね、これを。いや、多分切れるんじゃない？切れるとは思わない。最近まで使っとったから。本当？そう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 、多分大丈夫。いや、マジで。マジで。そんなだから、こんな箱漏れとか、サビを気にする人初めて。なんでこれ、めっちゃ錆びてるよ、これ。やったのが汚れやな。あ、汚れか。多分。これは多分、ちょっと。いなかったですね、これも確かに。そうそうそう、ちょっとスポンジでシュシュってやったら、多分取れるレベルのやつやと。あ、ほんと？じゃあ、俺の役割としては、龍の人にね、研ぎましょう。マジで、ほんとに。心配だな。まあ、俺のことを舐めすぎ。人生30年生きてきた男やから。さすがに、俺もやるときはやるから。大丈夫かな？これ量どれぐらいなの？無理だ。やれ入れへんの？コメントのやつに。ああ、これこれ使おうか。それだの普通に炊飯器の中にとこに入れて水で任せてくれ。ピーラーとかってある？あ、これこれじゃない？これピーラー？あ、これが、いや、これ素子がね。ピーラー？なんか皮むき器みたいなやつですよね。はい。わかんないです。ゆで卵をびしょってるみたいな感じ。いや、あったと思います。ピーラーはちょっとうち持ち合わせないから。普通にあるじゃん。もう、いや、ナイスナイス。それこそそっちの方が錆びてそうよ。ほんとだ。でもいけるいける、これ。これで洗うの？ごめん。ここに入れてなんかバーってやろうか。あ、いや、あの炊飯器の中に入っとるやつに入れるやん。いつもそれや。これこれこれだ、これだ。これね。量ね、量がもう一回いけるか。一緒かな。3号ぐらい入れようか。何号入れる？3号ってそもそも何人分？1号で1人分ぐらい。1号で茶碗に2人分ぐらい。1人の大盛りちょっと多いぐらい。ああ、なるほど。じゃあ3号ぐらいだね。これセリフ1杯1号と考えて、うん、1 本当か。2、これぐらいな。これでおそらく3号です。とりあえずこれ磨きます。おお、なかなかいい手際で。うん、レアレアな。バタバタレアじゃがいも剥いとる。じゃあめっちゃ真剣に剥いてるわ。じゃがいも剥くまふまふっていう。俺自分が食べる分だけじゃなくてさ、ここ食べるってなるとちょっといっぱいできないよね。これディスポーザーめちゃくちゃですね。これ、あ、それ便利だよね。そう、これマジ便利。いや、いいな、いいマンションや。念入りにね、米をね。
落としとかないでこのちゃんと米研いでる姿なんてさ、映したことある？ありますあります。そうそう、本当意外に料理、はい、動画でやったから。本当に逆にマフマフさんの心がレアすぎるやつ。じゃがいもの芽を処理しようとするっていう30歳の男2人がね、カレーに向き合うっていう。すげえ真剣にやってる。でマフマフさんまだ29。うん、まだ29。遅いんか、そうか、誕生日が30になっちまったのか。30になったらやっぱね、周りの見る目が変わるよ。本当？そうそうそう、30歳以降のやつが、うん、ようこそこちら側へみたいな。ようこそこちら側へ言ってたら、そんな変わったことはないやん、ぶっちゃけ。ないな、ぶっちゃけな。30歳になったからって言ってないけど、その雰囲気でしょ。米めっちゃこぼれるやん、大丈夫かな。ねえ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 、もうめっちゃこぼしてるんだけど。ほら、思った通りじゃん。むずい。まあ、もうちょっと磨きますよ。これ多分延々と白くなるけど、こんなにやるもん。3、4回やったらいいんじゃない。まあ、そうするか、そうするか。十分やと思う。どんどんその減っていくからな、これやりたい。めんどくさくなる。水の量で大事だ。これでやった方が絶対いいって、これ。これやったら絶対ほら。え？いやいやいや。ほらほらほら。ほらほら、いやいや、それ、だって米を通すもんじゃないですよ、絶対。いや、大丈夫だよ。ほら。ほら、こぼれ、ほらほらほら。ほら、それどうせもう一回移動させなきゃな。下にメソメソ。お前めっちゃこぼれた。痛い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 。 OKOK。 これで3合分の米ができました。水を入れないと。水ね。よし、じゃあ水入れますか。じゃあまだだいぶ白いけど大丈夫か。まあ3、4回洗ったら多分大丈夫なんで。俺の中で2個で十分なのではないかという結論に至りました。確かに2個で出ないのね。右と左で色違うんだけど、大丈夫か。確かに。確かに、ちょっと全然違うね。別物なんじゃないか、これ、うん、リンゴみたいな色でしょ。じゃあ水なんですけど、3メモリあるだから3号ってこと。3って書いてない。あ、これだ。はい、マジで頑張って米炊いてるよ。反応しちゃうよ、はい、いったんじゃない。じゃあチェックで。ああ、多分大丈夫です、うん、これで。だいたいこれ、手入れた時にちょっと浮き出るぐらいって言っとったから1センチで浮いたから。うん、そうらしい。オッケー、まあこれで炊き上げです。早いの。まあこれが料理人ですよ。なんかどうやってるな。オッケー、30分炊き炊き、いました、完璧です。同じですよ。やる？玉ねぎのみじん切り。いや、みじん切り俺危ないな。危ない。目しみるのとかして。まあそれは全然大丈夫。これでも鼻からってしとった。あ、そうなの。これで匂いで目にしみるの。あ、え、そうだからマスクとかしとったら案外多分大丈夫。あ、そうなの。知らなかった。確かに。じゃあサラダ作ろうかな。なんで微妙に物知りなの、そんな。やっぱね、白色、白色の光。サラダまな板とかいるんじゃない、切るんやったら。いや、まあ、むしる。洗って、うん、むしるり。これ新鮮な絵やん。新鮮な絵。まんまさん料理するとかって見たことないから。そういう動画で出してないですもんね。あんま、まあ、出す機会はないですね、基本的に。料理動画レア中のレア。そもそも最近実写の動画とか上げてないから。まあ確かに。これ貴重っすね。じゃあこれめっちゃ汚いけど大丈夫。洗ったら多分大丈夫なんだ。どこなんかさ、腐ったみたいな色しようけど、これは大丈夫なんだ。イモムシは出てこない。いや、イモムシは出てくるよ。マジ苦手な虫。無理やな。いけそうです。洗って、ちゃんと4文字出てくるよ、結構。洗います、とりあえず。もう結構綺麗やけどな、なんかパッと見。え、どうした、何でもない。まあ、いいんじゃない、これで。パーって、なんか入れとっていいんだ。驚くかなと思ったら、大して驚かなかった。マフマフさんはそれに驚いた。意外と肝が座ってるんだ。はい、はい、はい。そんな感じやね。そうじゃない。結構元から綺麗やな。誰かが洗ってみるとこ間違いない。そもそも結構ちゃんといいスーパー行ってたの。そう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 、いいやつも全体フォーマーないんだ。そう動くの、元気がいいわ。いいやつ、いいやつか分かんない。クレーム。まな板にクレームつける。こんな感じですかね。あとコメント欄にね、今後マフマフさんでやってほしい曲とかあったら辿ってほしいですね。次ハンバーグとか言われるって、うん、何でも受け付けますよ。毎回料理だよ。マフマフさんのファンとかでね、リクエストあればね、欲しいですけどね。本当に豚骨ラーメンスープからとか言われたら8時間煮込むところから。8時間付き合ってもらおう、マフマフさんに。マジで8時間つながらしながら待つって。本当にきついと思うよ。ちょっとずつちょっとずつ、実践するごとにこう水が蒸発してないから見て水を足してって8時間続けるんだよ。旅行ってなったらだって半日ぐらいかかるやん。結構拘束はされますよ。行きたい、マジで。個人的に行きたい。個人的に行って個人的にカメラ回そう。なんでだよ。はい、個人的な思いでね。確実に動画になるじゃん。オッケー、俺はもう完成しました。早いですね、サラダで。はい、本当にサラダで完成。片方ちょっと生きてる。ああ、うん、丸のままいるけど。じゃあこいつも行きましょう。レタスって言ってレタスと、まあ、このサラダなの。これは同じように分解してやる、まあ、結局ドレッシングや、サラダって。まあそれが一番大事じゃん。そうそう、ドレッシングうまいかどうか。ちなみにさ、あれってある、鍋。どの鍋行く。大きいやつがいいかな。うん、あ、あれいいじゃん、いいじゃん、これでいい。これ
これで切れで。めっちゃうまい。本当？いい感じっしょ。あ、これちゃんと切れてるんで、繋がってないんで大丈夫ですよ。ちょっとこれこうやってやったら切れてるんで、これ。これ。あ、もういい、いいじゃん。まあいい感じじゃない。うん。で、ちなみにドレッシングって買った？ドレッシング多分あるんだと思う。ドレッシング。作るんじゃなくても。作らない。いや、作るわ。ブレンドするんや。だからポン酢とかいろいろあるやん。パスタする。そう、だからどれか1個使うとかなしで3つ以上合わせるわ、任したとこ。美味しいやつ作ります、とりあえずそこは。お願いします。もうヒートがかけちゃっていいのよ。もちろん大丈夫かな。いいの、カメラ的にさ。はい、野間さん終わります。俺やったことこれだけやから。これだけで一緒やん。聞いてるだけなんで。じゃあちょっと炒めていきます。はい、とりあえず油で玉ねぎが飴色になるまで炒めるやつかな。飴色カッコつけすぎやろ。いやそう書いてあるよ。めっちゃボロボロこぼれた。めっちゃお腹すいたからマジ早く見て。これでまずかったらどうしよう。カレーでまずいこと絶対ないやん。そんなこと言われるとすごい心配なんですけど、まずとか言われて動画終わったら俺トラウマでマジ活動やめますよ。トマトはもう単独でいったから美味しいから、もうほぼ完成なんですよ。ほぼというかもう完成やん。まあ、ドレッシングすれば終わります。ドレッシングの水でも作れるから。やってきました、ジョジョ麺ドレッシング。それズルじゃない。これは調味料です、プラス、まあ、あとは任せてください。おっ、こつるいの。おー、何これ、トリュフクリーミードレッシングとかすごいです。めっちゃいい匂いする、玉ねぎの。うまいな、水入れると。これちょっと味見しとこうかな、一応。うっさ、すごい匂いするな、これ。高級店で使われるタイプのやつやな。これと、ジョジョ園と俺の大好きなポン酢、この3つを掛け合わせることで最強のドレッシングが完成します。これがベースです。アル分だけ入れましょう。うわ、結構入れる。いかにもいけると思う。自信がある。一旦ここで味にします。これは絶対うまい。うまいやつ、うまいやつ。うまいやつ、うまいものって、うまいものって絶対うまくない。悪魔の法則。大丈夫かな。じゃあ、いただきましょう。心配だな。うん、全然美味しくなってないな。とかさ、ジョジョ園が強すぎて、これもほとんどわからん。もっと入れよう。まあ全然、これでもまあ、言えることないから。もっと足してもいいもするけど、すごい柚子の匂いする。でこのポン酢うまいから結構何でもあるやつ。うん、これでもう十分。なんか悪くない気がするけど、まあ、一応これ入れる隠し味。あんま良くない気がするけど入れたら。色も全然違う。色が違う。色が確かにそうやね。やめようか。完成です。お仕事終了で。早いな。ちょっとおしゃれに盛り付けます。暇だったらやってよ、女子くん。何するの？じゃあ女子くん、ピーマンを持ってきてください。じゃあはい。開けてもらって。何そのままね。マジ全然手伝わけない。ピーマンの洗い方はね、もう磨くだけですこれ。取らなかったピーマン中。そう、中のね、綿をね。ピーマンありますじゃん。お、なんかずいぶんエキセントリックな開け方したね。え？これいらんってこと？なんでその手で。いやだってこれまでさ、たんたんさ、野菜をさ、包丁で切ってたのにさ、なんで突然ピーマンだけ手でギリ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 。サラダ作ってんじゃないの。ピーマンでも、やらないか。まあ分かんないか、カレーがっちゃうか分かんないから。ピーマンは種だけ処理しました。いい感じ、いい感じ。ナイス、ナイス。任せ任せ。お湯で野菜洗ってるってことにギリでしょ。冷たい方で洗う、普通。冷たい方で洗う。まあでも、ピーマン、パスで。ナイス。いや、ナスも行く？ナスも行ってくれる？え？あ、待って。いや、やめて。その構えやめて。ナスどうやる？取るん？うん、頭取ってナスにめちゃめちゃ詳しいんだ。ナスってあれでしたっけ、お酢の水かなんかにつけないと色変わっちゃうんでしたっけ。あ、なんか溶素液みたいなやつや。なんか実験したもんね。なぜそれ理科の実験だったの。ナスで溶素液なんかついてなんじゃんみたいなあるよな。あったね、なんか、うん、あったよな。洗う？とりあえずもう一旦軽く水で、まだ温めるから多分殺菌されねえのかな。 OK、 では盛り付けからいきます。ラストスパートやってもらって。このサラダのバランスね。めちゃめちゃ楽しそうにサラダ作ってるのよ。はい、終わりました。で、これでシェフ行きますから。はい、まあ、こんなんですよ。はい、完成しました。トマトはもうあれだよ。あ、トマトはもうセルフで自由に切ってくださいよっていう。パッと見一番そうじゃん。確かに、普通にサラダって感じだよ。味見しといて、一応。うん、めっちゃうまい。マジでうまい。でしょうねって感じだよ。サンチュみたいな役割果たせるかも。じゃあお肉の方をやりましょうか。結構うまそうなんじゃない。本来カレーに入るタイプの肉じゃないよ。確かに、うん、B 級の肉をカレーに入れると超うまい。これさ、俺さ、使ったことなくてさ、これでど洗って食べるのかな。マッシュルーム洗った方がいいんじゃないか。まあ、とりあえず洗えば、あ、めっちゃ不便ですな。マッシュルームは使ったことないもん。ないな。でもめっちゃ可愛い。なんか
触り心地はめちゃくちゃいい。お肉も切っちゃうか。またここから切るんや。切らないといっか。切らなくてもいけそうな気がするな。いっかも、別にね。男は何もなんだろうね。パフェうん。お願いしていい？任せろって。肉を開けるだけでなんでこんなにもうすごそうにもう話ができるんだろう。完全に才能なんだよ。どれだけどうでもいいことをでかそうに話するか。俺が選んで一番の才能それです。1を100に見せる才能。なんか良さそう。めっちゃ具沢山。おーすごいな、うん、またこっからカレーになっていく未来が見えへん。カレーにこんなでかいマッシュルーム入っと見たことない。いや絶対うまいよ。あとなんか入れなかった。カレーの恩返しとローリー。ローリーはラストやいつかな今かな。ラストに飾りで乗せるとか言ってていうかカレー結構言う。なんかその香り、月桂樹ってさドラクエ出てきたよ。あー出てきた出てきた。これのことや。呪いを直すんだよ。そう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 なんだこれや。呪いが直るやん。このカレーの恩返しめっちゃ気になる。これ何だろう。仕上げらしい。仕上げの煮込みの直前でスパイスを加えてください。目安は5から6皿分に1袋。全部入れます。豆乳ですね。これは V4 ペーストってやつですね。これ高級なやつなのか分かんないけど、めっちゃ高そうですもんそれ。すげえなこれ。確かに最高級とかどう思う。焼肉の用のカルビの肉あるじゃん。あんたでかすぎたかもしれない。まあでもいけるんだよ。いけるか。てか味さえ受ければグランって絶対うまい。なんとかなるよ結局。もうカレー作り終わりじゃん。俺がやる必要もないみたいな。でも実際カレーってルーじゃん、まあ、ラーメンは汁やん。いやまあそうや。そうだ。おーうまい。うわうわいいね。入れるね。それも全部入れちゃって。うわでっかい。すごいこれ。これどれ入れる。これはね。あなるほどね。あーいやさすが。この線でさ。おおなるほどね。チョコみたいになるから。すげえ。どうでもさそうなすげえ。何今の何今のそんな世界一どうでもさそうなすげえ。すげえ。やっぱその二度と作らんわみたいな。これがマフマフ流なんや。こんなずしんとくるんやな。うまそうだ。めっちゃ匂いいいやん。めっちゃ匂いするぞ。ルー 100% みたいな匂いするけど。ルーの量はこの適当に入れて大丈夫だった全部。一応2つのやつを合体させたうちの半額引いたやつで計算してあるから大丈夫。仕上げの煮込みの直前で書いておうかな。仕上げの時これ入れるらしい。これ全部入れるらしい。え全部一回匂いがいい。確かに匂いがいい。絶対ないから。あーちょっとあれかも。なんか高級カレーの匂いする。カレー専門店に行った時に出てくるカレーの匂い。だから家庭で食べるカレーの匂いじゃない。確かにちょっとの前でもちょっとにしとこうか。こんなもん。そうこんなもんでいこう。あ、コメお、いった。いきましたね。はい、僕の作品お見せしましょう。こちらです。どうぞ。ててててててー。うおー、うまそう。正解。知らなかった。うまそう。龍の涙。あ、瞳か。一回ちょ触りますね。しゃもじさん、いきます。あ、成功きた。やるかい。ほら、あ、ほんとだ。来ました。はい、米成功してます。大成功。ナイス。気持ちもう少しだけ待ちますか。うわ、うまそう。これ絶対うまいやん。てか、いい感じですよ。片付けしとこう。片付けのプロやから。片付けだけは任せてください。こっち。あ、マジマジ。料理できるで片付けもなんかしながらやるやん。そう。ちょっと味見だけしていい。もちろんもちろん。ちょっといただいていきます。はい。どう。うまい。うまい。うん。うまい。だいぶうまい。じゃあ。大勝利。だいぶいい感じ。いやでも俺はここに隠し味入れるべきやと思う。はい、え？醤油だ。いや絶対醤油だ。いや待って。いや醤油だ。こんな冒険し大丈夫？コーヒーってある？コーヒー。コーヒーでもないっす。コーヒーは。ないと思うで。飲まへんもんだって。コーヒー飲まへんもん。チーズはチーズ、あとシャウエッセン。シャウエッセン。ウィーナーじゃないか。全然違う。ちょっと味薄いかな。そこだけ少し心配。すごいマフマフさんが使ったすごい割り取った。え？そう。割ったらさ割れててさ。ボドボドボドって欲しい。全然救えねえと思いながら始めちゃう。すげえな割れるみ。お、隠し味入りました。胡椒ですね。なんか味が若干マイルドかなと思って。なるほどね。夏なんでもうちょっと刺激のあるやつにしたいなって。俺結構好きで辛いのとか。まあ、美味しければ俺らは。ホントタンメンの側面で見せてるの見たことあるんだけど。ああ、ホントタンメン余裕。じゃあちょっと早いな。ちょっと違うかもな。甘くした方がいいかもしれない。いやでもまあ別に辛いのもいけると思うよ。蒙古タンメンの美味しさも分かるわけ。ただ辛いなと思うだけで。で蒙古タンメン蒙古タンメン俺好きやから。あれ以上辛くなるとちょっとしんどくなるから。あそうだよ。バカなんだよ。でも賞味期限大丈夫。大丈夫だと思う。再現したらダメだ。ダメですか。4月18日ですバターはないかな。カステラやったらいい。カステラ入れたらいい。いやギリギリ違うな。ウェイバー、ウェイバー
これも賞味期限で見たほうがいい。あ、大丈夫だ、これいけます。メイバーって俺食べたことないんだけど、これは何に入れても美味しくなるっていう、誰かが言っとって昔からずっと。そうなんだ、試しに入れてみていい？もちろんもちろん。こんな感じで。でも何に入れても美味しくなるって聞いたもん、うん、それを言ってましたよ、誰かが。結構有名ですよね、それ。よし、じゃあとりあえずできましたよ、完成です。はい、できました。どうですかこれ。おー、でもうまそう。ほら、これうまそうっす。あの、カレーの CM で出てきそう、これ。確かに。ここら辺、うわ、うまそう。うわ、うわこれすげえ。焼肉カレー、焼肉が入ってる。これ斬新ですよね、それちょっと。いや、うまいんですよ、マジで。へえ。いや、知らんけど。カレーの入れ物がこれだよ。なんか普通に楽しんでたよ、カレー作るの。マジでっかいやば、普通に面白かった。でっかい。でっかっ。でもカレーを入れるぞって言ったらこれしかない。でもそれでいいんじゃない。あすかはまさまさん塩のやつ、これ。いや、でかっ。これとこれでいこう。オッケー。あ、でも4人分。普通のなんか茶碗でいいっすよ、僕らは。いや、でかっ。なんで楽しかないじゃん。量がさ、これじゃこんくらいでいいじゃん、こんくらいの。これとこれとこれとこれでいこう。食い切れんかったらどうする。もう一回大丈夫。いや絶対うまい、多分大丈夫っす。笹竹さんめっちゃ奥へ部屋見えてる。あ、ほんとめっちゃ。そんなに作ってないじゃないですか、まず。まあ言ってたら量少ないですよね。はい、とりあえずご飯盛り付けてもらおうか。ご飯いきますか。盛り付けお願いします。ここからが腕の見せ所です。盛り付けも大事ですから、ね、はい、今日の本番入ります。いきます、盛り付け入ります。4等分ショコ始めたら、ここでよいしょ。うわ、うまそう、確かに米。めっちゃ端っこの方に寄った。うわ、めっちゃうまそう。うまそうね、マジで。え、これカレーさ、めっちゃ広がることも大丈夫かな。大丈夫、端っこの方に寄せていい。あ、もちろんもちろん。じゃあサラダむしろこっちに乗せるぐらい。確かに、そうそう。 OK、まあいいんじゃない、これだから。いいっすね、いいっすね。いいね。これ変えられる、乗せるやろ。交代。え、これカレーってちなみにどういうイメージ、ここに乗せる、それとも。いや、でも全然こっちにバッていく。ここは流れ込んだナイアガラの滝みたいな。ここをイメージして、ここら辺ちょっと野菜がシュッて入れると。あれもでもいいし、まあ、そこらはお任せで。全然きた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 。もう開けましたね、カレー投入。うまそう、マジで。うわ、絶対うまい、これ。うわ、成功したぞ、これ。うまそう、うまそう、マジでうまそう。これ大成功した。これは絶対うまいな。うわ、うまそう。超高級店のカレーって感じじゃない。確かに。この皿も相まって。あ、福神漬けやと。とりあえずこんなもんでいい。もちろんもちろん。うわー、きた。いや、絶対うまいやん。うまそう。すごい肉のデカさ。福神を。福神。入れましょう。うわー、ちょうどや。ちょうどや。いい感じよ。お、いいよいいよ。なんか結構いいぞ。贅沢な使い方やな、この皿一枚に。ラストに。お。一枚。差し色ね。差し色。差し色で。だって1枚3枚、4枚ぐらい乗せてもいいじゃん。 OKOK、 これいいんじゃない。で、とりあえずいったこれ向こう、まあ、1人分完成ですね、これで。じゃあ次、次、次行きましょう。はい、次、お願いします。お米入ります。はい、ほら、すいません、カメラ前入りました。大丈夫です。よいしょ、 OK。 その皿がでも一番ちょうど良さそうで、あれは、まあ、確かにこれベスト皿。はい、OK、 OK です。うわ、うまそう。絶対ないよ、これ。でもかなりの大成功したって感じするけどな、うん、家庭科の先生絶対これ5をつけてくれると思うよ。これを作ったら、うわ、ぽい、ぽいな、ぽいぽいぽい、一番ぽいこの感じ。カレー相手にぽいのもおかしいんやけど、家庭のカレーの見た目。うん、そう、これはほんま家の、うん、カレーっぽい。うわ、うまそう。本当にうまくできたから。 OK、 マジで美味しくできてなかったら。いや、でも多分いけると思う。匂いがめっちゃいいもん、これ。うわ、いい感じやな、マジで。これ出た、差し色。差し色ね。これがこのカレーの良さ引き出すから。インスタに載せるならこれがいいんだよ。はい、インスタ映えね。あ、これは、はい、インスタ映えね。はい、インスタ用なんや、これ。インスタ用でね。はいはいはい。普通にヒカルくんが楽しく料理してるの面白いな、マジで。マジで面白い。逆に俺がそれ言いたい。うわぁ、ナイスナイス、いいね。 OK、 完成です。葉っぱね、これラスト全部いくか。あ、いいじゃん、これでいい。 OK、 完成で、完成です。すげえ、結構すごいでしょ、マジで。うまそう。なんかこれマフマフさんもこれ買ったんですけど、多分これお酢揚げなんですよ。これあんなしやん、味せえへんやつ買ってて、勝手に謎の。これ食べる、これ。だってこっそりカゴに入れといたんですけど、そう、あんな塩買ってる。いや、もう多分見た目綺麗じゃん。まあね、確かに鏡餅みたいな。鏡餅しました、完成です。
すごい。結構すごいのできたんじゃない？できました、マジで。超大作でこれ、だいぶうまそうです。はい、では食べましょうか。いただきます。いただきます。マスマスさんの捕食シーンはちょっと映せないんですけど、捕食シーン、まあ一旦じゃあ僕いただきますね。その時僕カメラマンやるんで。できます。うん、どう、うまどう、めっちゃうまい。でもうまこれ食べづらい。それはそれも仕方ない。めっちゃうまい。立って食ってるから。うまマジ。うん、え、ちょっと俺も食べたいの。背後に回って食べていい？はい、はい、もちろんです。めっちゃうまいぞこれ。これ普通にうまい。全然辛くない。俺もっと辛いなと思ったけど、全然甘口に近いわこれ。へぇ、いただきます。めっちゃうまい。うまっ。めっちゃ大成功だもん。うん、うん、うまっ。大成功、大成功。うん、もうこの確かに進み方以外もない。普通にうまい。え、これ焼肉の肉どう？うまい。まだこれ食べてないの。めっちゃ残るから口の中ちょっとキープさえ。へぇ、ドリブルするずっとこいつが。おめでとう。ドリブル。うん、焼肉がいる。うん、口の中に。普通にうまいやん、マジで。マッシュルームどうだよ。マッシュルーム普通にやる、マッシュルームね。うん、うまっ。すごいな。普通に味かマッシュルームって、うまい。うまい。てか普通にもうルーがまずそもそもうまくて、米ももちろんうまくて、うまいこれ。サラダ食べてた。サラダへのクレーム一切受け付けてないけど。あ、うまい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 。いける。うん、うまい。よし。うん、うまい。いただきます。うん、大食いの人みたいな。うまっ。うめえな、本当に。うまい。カレーがマジでレベル高いわこれ。マフマフさんマジでカレー屋さん出した方がいいと思う。マフマフカレー、いや出した。マフマフカレー、マフマフカレー行こう。マフマフカレー、マフマフのゴーゴーカレー行こう。なんかパクってるな、どっかで。どっかパクってるな。出した方がいいカレー屋さんこれ。カレー屋さん出すか。うん、そのレタスです。僕のレタス。え、いやいや、ドレッシングお前さ。あ、ドレッシングすぎじゃん。ドレッシングかかってよ。え、ドレッシングかけてそこ。秘伝のドレッシングあるから、お好みでかけれるから。も俺も野菜作った情報人やけど、カレーがうますぎて野菜行こうってならん。そっか、これは間違いない。いや、一応トマトもあるんですけどね。まあね、そうそう、洗ってきてよこれ。ほら来た、絶対うまいと思うけど。キューティートマト、うまいと思う。いただきます。え、どこ、口で吸収。うん、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 うまい。うん、甘い。やっぱ、うん、だってトマトなのに一個一個くっついてるんですよ、尖り。ちょっと引き続きカレー食べさせてもらいます、僕は。うん、カレー食いたい。一旦カレー全部食い切ります。うますぎて怖いんで。カレー屋出すときはマフマフさん出すわこれ。共同プロデュースでマフマフゴーゴーカレー。うまい。マフマフゴーゴーカレー、ウィズヒカレーで。めっちゃうまい。結構量多いね。うん、作りすぎたな俺。でも俺ほんまに今日何も食ってなかったから、ちょうどかも。だって食べきったでしょ、何も。確かに。うまっ。カレーだけ余っちゃったよ。明日食べます。あ、ほんとですか。はい、まだあるんか。はい、めっちゃうまい。まあね、全然ある。確かに明日食うわ、普通に。そうだったら、うん、食べてくれ。なんかカレーのこだわりポイントあるんすか、マハマさん。え、なんですかね、まあ、僕一人で決めたんじゃないんで、僕一人で作るカレーとまた違う味なのかなとは思うんですけど、でもめっちゃうまいですね、これ。うまい、余裕食べきったの。すごいな、だいぶ大盛りだったの。ごちそうさまでした。あいつはもうただ飯食いに来た人になってる。はい、うまかったです。完食。はい、うまい。結構、なんかスパイシーですね。あ、これ気になる。はい、こいつね、玉ねぎトマト一つだって、これ本当数百円しますからね。うん、スーパーフルーツトマトっていうやつなんですけど、いただきます。甘そう。これ一口でよく言ったら飲みますこれ。結構いくかね。うん、え、なんかイチゴみたいな味で、うんうん、これイチゴじゃない、まあ、フルーツやから。イチゴじゃなかったこれ。めっちゃそう。え、めっちゃイチゴこれ。え、びっくりした、イチゴの味する。じゃあ向こうで完食してみます。うん、まあ、甘うまっ。めっちゃうまいこのトマト。そんなに。あ、でも二口目はトマトやった。一口目がマジ衝撃的に。やばいですね。イチゴでしたね。うん、うん、うまい。めっちゃうまい。大成功でしたね、本当に。いや、マジでうまかった。カレー屋さん楽しみだ、待望のね。うん、六本木あたりに構えるか、高級カレー店。一皿3,000円。はい、マジでうまかったです。この具だくさんな感じいいっすよね。カレー屋さんのカレーってこういうカレーじゃないじゃないですか。はい、うん、これね、本当に全員完食したもんね。はい、というわけでね、食べました。食べました。ごちそうさまでした。うまかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、正直ね、想像の何倍もマフマさんが料理できたから。そう、これは結構びっくりした。俺が結構そういうのできひん人と思ってたから。あ、ほんと。そう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 、同じタイプの人だと思ってたから、そこに関して。はるかに俺より何でもできるんやなって。いや、よかった、本当に。食べられるレベルでよかったわ。いや、めっちゃうまかった、マジで。めっちゃ緊張してた、俺は。玉ねぎを切りながらね、緊張しすぎてまな板がどんどん傾いてる。
なんか 俺の位置がこうやってこう移動していってて、いやでもね、普通に途中ラインから慣れてきてた、そのカメラに対して、俺は最初はちょっとやっぱなんかまふまふさんの動画撮るっていうのが違和感がすごかったけど、うん、もう後半ラインは結構ね、もう普通に気軽に僕は撮れましたね。まあこんな感じでね、今後ねまふまふさんと動画撮らせてもらうと思うんで、あ、もういつでも呼んでもらえればコメント欄に、まあ、こういうのやってほしいみたいなのがあれば、もしかしたら勝手にそれをするかもしれないの、僕が。だからそうするとまたハンバーグ作ってくれとか飯系ばっか来るよ。そんな来る？じゃあ次はオムライスでお願いします。あ、でもそれはそれでまたね何ヶ月かに1回とかね、ずっと飯作ってる人みたいな感じで、まずクッキングとしてやりたいし、あとまあ普通にね、まあ、旅行も行ってみたいし、うん、行ってみたい。そう、いろんなことに挑戦していこうと思ってるんで、リクエストあればコメント欄にお願いします。そんな感じで今回はね、まふまふさんと動画を撮らせてもらいました。勝手に、いや、お邪魔しました。すみません。いえいえ、こちらこそ。突然現れてしまいまして。大変お邪魔いたしました。概要欄の方にね、まふまふさんの YouTube のチャンネルとか SNS 貼ってるので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ今回これで終わります。ありがとうございました。OK です。お疲れ様です。お疲れ様でした。来ました。お疲れ様。いやいや、いい動画やったな。いや、いい感じになりそうだね。いや、よかったよかった、マジでよかった。楽しかったな。楽しかった、普通に楽しかった、マジで、うん、これだから完成して動画出て反応も楽しみやし、確かにダブルで、俺すごいね。どうする、4万再生とか。いやいやいや逆にすごい、4万再生逆に撮るのすごい。4万再生、高評価1200かと思って、逆に何出したら4万再生何か分からんもん。低評価8とかでもいよいよアンチってのは見てくれないみたいな感じじゃない